と語る母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。皆さんこんにちは、中見ゆきです。こんにちは、かっちゃんです。今回もよろしくお願いします。さあ今日はちょっと気分を変えてスタジオも、ね、広いスタジオでよかったですね。はい。まあまあでもだんだん寒くなってね、はい、足は冷えるわね、うん、懐は冷えるわね、はい、心も冷え切ってます、ね、いやいやいやそんなことないですよ、元気にいきましょう、ね、もう元気でね、あの、うん、オキシトシンがバッと出るようにねそうですね、うん、ただねやっぱりね、ここ最近やっぱり冷えてくるとね、血圧が上がってきたりとかね、うん、まあ、いろんなこう症状を打ったりする人多いんですよ。そうですね。でね、あの足元が冷えるとお腹冷えるんですよ、うん、お腹が、足が冷えるとお腹も冷える。そうそう、要するにつま先から体って冷えて、うん、冷えた血液がお腹に上がっていってお腹冷やしちゃうんですよ、はい、あ、そっか、下に行って血液冷やされてまたそれ戻ってくるんですもんね。そうそうそう、うん、でね、ま、でお腹冷えるとね、血液循環悪くなるから、うん、まあ、いろんな症状が出るんですね、はい、でね、今ね、その腸の病気ってものすごく増えてるんですよ。はい、これですね。はい、でね、大体大きく分けて腸の病気は3種類あるんですよ。はい、ね、それで、まあ、がんとかね、まあ、ポリープ、うん、ね、それから腸にね、こう傷ができる、はい、ただれとか、はい、まあ、そういった病気も増えてるんですよ。ほー、傷、ね、そう、それからね、動きの異常ね、うんうん、まあ、それから、まあ、過敏性腸症候群とかね、多いですね、うん、今ね、まあ、まあ、要するに機能性の、まあ、疾患ですね、うん、まあ、そういうのも増えてるんですね。で、全てこう増えてるんですよ。はい、で、理由は何だと思います？理由、何でしょう、食生活が悪いからですか？うん、だからもう食生活とか、あとね、うん、化学物質なんかがまあ原因なんですけど。化学物質、うん、でね、腸ってね、すごく大事な働きしてるんですよ、うん、ね、で、ちょっと2枚目ね、見てもらったら分かる、はい、腸の機能なんですけどね、はい、腸の機能、はい、ね、で、まあ、基本的にはまあ、絨毛微絨毛っていうね、こうひだひだがいっぱいあるんですけど、うんうん、まあ、絨毯の毛みたいなやつね、あ、はいはいはい、絨毯の毛がいっぱい腸に生えてると思ってください、うん、ね、で大体ね、腸の絨毛ってね、うん、5000万本あるんですよ。あ、そんなに毛だらけなんですか？結構毛だらけなんですよ、ね、はい、うん、それからね、一層の、まあ、上皮細胞にこう覆われてるんですね、はい、でね、腸のさね、細胞ってね、うん、粘膜ってね、大体ね4日ぐらいで全部入れ替わるんですよ。ほう、4日ぐらいで、はい、うん、それからあとね、うん、まだまだですね、うん、それと、はい、ね、広さが皮膚の200倍、表面積が、ほう、ね、でテニスコート 1.5 面分の広さがあるんですよ、うん、そんなにあるんですか？そう、お腹の言ったらちょっと一部なのにね。そうそう、はあ、表面積が、うんうん、それからね、まあ、うん、働きとしてはね、はい、要するにね、体の、ね、うん、中でね、うん、最も複雑な、はい、まあ、組織なんですね、うんうん、で要するにね、リンパ球の 60% が集まってるんですよ、はい、リンパ球っていうと、あの、免疫と関係するんですよね。そうそう、うん、だから要するに体の中最大の、うん、まあ、免疫組織なんですね、はあ、それからね、細い血管、ね、うん、体にいろんな細い血管あるよね、うん、その 55% が腸に集まってるの、血管の、うん、だから最大の末梢血管組織って言われてるんですね。それからね、まあ、脳にね、こう神経ってあるって言われますよね、はい、たくさん通ってますよね、うんうん、だからね、神経が少ないやつは無神経って言うんですよね。で、脳のね、うん、以外の神経の 50% が腸に集まってるんです。そんなに、うん、だから最大の末梢神経組織って言われてるのね。はあ、で、まあ、あとね、その神経ペプチドっていうんですけど、うんうん、まあ、要するに、まあ、神経から、まあ、で、まあ、作られる、まあ、ホルモンみたいなもんですね、はい、それとかね、消化管ホルモン、うん、それからね、まあ、そういったね、ホルモンが脳よりも多いんですよ、うん、脳よりも多いの、腸の方が多い、うん、最大のホルモン組織っていうふうにも言われてるんですね。へー、だからね、腸は単なる臓器じゃなくて、うん、第二の脳って言われてる、はあ、すっごい重要な臓器なんですね、そうそう、体の中で、うんうん、それでね、最近ね、まあ、増えてるのがね、傷ただれがね、まあ、うんうん、ダブルバルーン内視鏡なんかで、うん、ね、
小腸とかずっとこうやっと見れるようになったわけですよ、はい、で傷とかただれが、うん、非常に多いんですよね、はい、うん、それでね、まあ、炎症を起こすね、まあ、腸炎ね、うん、そういうのがすごく増えてまして、はい、で原因が明らかな、まあ、急性の、まあ、腸炎、うん、ね、要するにウイルスとかね、まあ、細菌が原因のもの、うん、ね、はい、それからね薬物が原因のもの、薬物、うん、だから抗生物質、うん、はい、痛み止め、はい、風邪薬、うん、アスピリンで腸の傷が増えてるっていうのが分かってきた。そんなの病気を治すために飲んでるはずなのに違う病気引き起こしてるってことですか、うんうん、全部化学物質は腸に負担かけるわけね。それからね原因不明のね、まあ、慢性の腸炎、はい、ね、炎症性腸疾患なんですけど、うん、まあ、潰瘍性大腸炎とかクローン病とか、うん、あと腸型ベーチェット病とかね、まあ、そういうのがあるんですね、はい、でね、まあ、特にねこれからね注目される腸の病気っていうのがあるんですよ、はい、でそれが腸の動き、腸の、まあ、その動きの異常なんですね。動きの異常、うん、でまあ増えてるのが過敏性腸、まあ、症候群とか、はい、これよく聞くようになりました、ね、最近で、ね、例えばね腹痛とかね、まあ、腹部の不快感があって、うん、まあ、その他ね下痢とか便秘などの便通異常があったりとか、はい、ね、それから、慢性のね、まあ、こう経過を見てても、まあ、3ヶ月の間に月3日以上の症状が出るとか、はい、ね、あとまあストレスも関与してるとかね、うん、うん、であとまあ病状でまあいろんな苦痛が、ね、あるとか、うんうん、でもね普通の腸の検査では正常なんですよ。あ、そうなんですか。そうそうそう、普通の腸の検査をしてもそう何も異常現れない。そうそう、うん、それでね、まあ、ダブルバルブ内視鏡とかで最近いろいろ分かるようになってきたの、うん、はー、検査もすごく進化してるんですね、うん、でね、東京医科歯科大病院で、まあ、MRI を使った、ね、新しい腸の検査法をまあ開発されてるんですけどね、でかなりまあいろいろな、まあ、症状が見えるようになってきたわけですよ。はー、でね、小腸ね、特にね、うん、今ね小腸に多くのまあ病変が見つかってるんですよ、はい、小腸に、うん、うん、ね、で例えばね小腸にがんはないって言われたけど、はい、まあ、小腸がんなんかも見つかってるし。あ、小腸がんってあるんですか。だから今まではだから小腸には病気が少ないっていうふうにね、まあ、考えたんですね、うん、で検査ができるようになったら病気が多くなったわけ。あら、ね、じゃあ分からなかっただけということですね、そうそう今まで、うん、だからこれからは、うん、まあ、小腸の検査もしてくださいっていうのが、ね、うんうん、日本消化学科学会でも呼びかけてるんですよ。はい、で早く見つかれば、うん、お薬とかの治療も、うん、まあ、できると、うんうん、いうふうに言われてるんですね、はい、早く見つかれば見つかれば、うん、早く見つかればただし、うん、なかなかね治ってないんですよ。あら、じゃあその治療があんまり進んでないってことですか。検査は進化したけれども、うんうん、だから、まあ、腸の病気ってね腸をまあよく知ることで克服できるっていうふうに言われてるんですけどね、うん、で、まあ、腸は人の体の中で最も複雑で、うん、最も大切な組織、うん、ね、で腸を守ることは、はい、体を守ることだった、うん、で腸を、ね、守るためには、ね、腸の病気を早く見つけること、はい、ね、で日本消化学会ではまず検査をしてくださいって、うん、これまあ正常な腸のね、はい、内視鏡の写真なんですけどね、はい、うん、それで、はい、腸の傷が原因ね、うん、リーキーガットシンドローム、リーキーガットシンドローム、うんうん、腸管壁浸漏症候群って言うんですよ。ほう、これが今ものすごく増えてるの、はい、うん、だからさっきお話した腸のね、うん、病気の2番目、はい、傷ただれ、まあ、潰瘍ね、うんうん、によって起きる病気なんですね、はい、だから日本人の 70% がね腸管に傷があるんじゃないかって言われてるの。7割もですか、うん、めちゃくちゃ多い割合ですよね、それ。いや、だから要するに7割以上の人がお薬飲んだりしてるわけでね、うん、今までね、はあ、もっとたくさんいるかもしれないね。そうですね。でね、傷炎症によって、うん、適切な、まあ、栄養吸収が、まあ、できなくなる、うん、で、まあ、疲労とか、ね、まあ、腸の潰瘍とかね、うん、膀胱炎とか、うん、ね、潰瘍から、まあ、膀胱炎とか、うん、そういうのをこう併発したりとかで、まあ、異常な栄養吸収が起きたりとかね。ほう、だから要するにマグネシウムなんかの、まあ、ミネラル吸収に必要な正常タンパクが減少して、うん、マグネシウム等の、まあ、ミネラル不足になってる人もいるし、うん、
それからね、腸管の穴から大きいね食べ物の、まあ、分子が吸収されて、はい、アレルギーでしょ、うん、それから関節炎、はい、繊維性筋痛症とかね、うん、そういった症状も発症してるんですね。IgA、まあ、免疫グロブリン A の保護膜異常で、うん、原虫とかね、はい、細菌とかウイルスとか心筋なんかを、ね、のまあ感染症を発症したり、うん、だから例えばね腸の菌が、ねうん、原因で、はい、腹膜炎を起こしたりする人いるんですね。あ、腹膜炎の原因がそんなところにある時があるんですか。だから要するに腸管に穴があるから傷があるから、はいはいね、そこから腸内の菌が入、うん、体内に入って、はい、炎症を起こすと。はあ、いろんなことが、ね、で体内に、ねうん、侵入した、ねまあ、異常食物栄養素、はい、これが原因で、うん、それとかあの汚染化学物質ね、うんまあ、これもどんどん、ね、体内に入る。だから腸の腸管の中って体の外なんですね、はい、体のあ外になるんですか。そうそうそう、はいね、で外側は、はいまあ、体の中になるわけです。逆なんですよ。はい、だから例えば汚染された化学物質なんかも食べ物なんかと一緒に腸に入ってきて、うん、それがまあ体内に入ってね、はい、炎症を起こす、うんね、で慢性関節リウマチとかの膠原病とかね、うん、それから、それね、多発性硬化症とか、はあはあ、甲状腺炎なんかもそれが原因というふうに言われてるの、はあ、難しい病気の名前がいっぱい出てきましたけど、うん、それでね腸内の、うんね腐敗物質が、ねうん、全身にどんどん吸収されて、はい、腸管から吸収されて全身回って、うんね、で内臓に運ばれたら、ね、例えば糖尿病とか、うん、肝臓病なんかの内臓疾患も発症するわけですよ。で結局、はいねうん、こういうことが起きる原因、はい、化学物質、うん、食生活によって腸内フローラが、うんはい、要するに腸内細菌層が悪化しているのが原因なんですよ。でも今これがどんどん増えてる。それこの増える原因っていうのはもうやっぱり食生活だったり、さっきおっしゃった化学物質であったり、もういろんな汚染原因があると、うん、そうだから要するに、まあ、化学物質によって腸内細菌ダメージもすごく受けますからね。うん、あと食生活の欧米化、はいね、でやっぱりね和食基本なんですよ。うん、だからそのみゆきちゃんも私もね、お腹にいる腸内細菌の多くっていうのは、はいうん、親からもらってるの。親から遺伝してるの、これ、はい、あ、もう腸内細菌も遺伝する、うん、だから離乳期になって親の腸内、ね、腸内細菌をそのまま受け継いでるんです、はい、結構ほう。だから乳酸菌って言っても血液型によって住んでる菌のタイプが違うんですよ、うん、はい、あ、血液型に、うん、同じ、ね、血液型でも微妙に形が違うの、はい、1万人いたら1万通りの乳酸菌があるわけ。ということは先祖代々腸内細菌は受け継いできてるものが結構いるんです。じゃあこうご先祖さんをたどっていってすごくこう食生活がしっかりしてた人の子孫はもうやっぱりお腹の中も健康だと。ご先祖さんは良くても、うん、途中から食生活悪くなったら悪くなっていったらそれも変わっていく、うん、要するに遺伝子変を起こすんですね、腸内細菌もね。ああ、じゃあやっぱり今の、まあ、それプラス今の自分の食生活が大事と。そしてこれもやっぱりまた受け継いでいくものですから、す次の子供たち孫たちが大事だったら自分の食生活もしっかりしないとダメということですね。そう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 、和食しっかり食べることですね。そうですね、それでね改善できないね、うん、症状すごく多いから、はい、そういう人には乳酸菌生産物質、うん、はい、おすすめですね。ビオネおすすめです。はい、はい、こういったお話をですねラジオの方でもさせていただいてます。毎週水曜日夕方5時45分からラジオ大阪1314、ダイヤルは1314に合わせてください。そちらの方もお聞きくださいね。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。さよなら。